こんにちは、ひかりです。エンドゲームがね、公開されてちょっと経つけど、もうね、僕の中でのアベンジャーズ熱がやばいですね。今めっちゃ熱いです。はい。まあもちろんエンドゲームはまだ見に行ってないですし、キャプテンマーベルもね、見れてないんですけど、その前までのね、やつをすごい楽しんでますね。まだね、ちょっとゴールデンウィーク中でね、発送の関係もあって、スパイダーマンホームカミングと、ブラックパンサーの DVD& ブルーレイは変えてないんで、まだ注文してないんですよ。ゴールデンウィークが明けるタイミングで注文するつもりなんで、まだそれは見れてないんだけど、とにかくね、ここにあるやつ、ちょっとフィギュアどけようかな。よいしょ。ここにあるね、まあ例えば最近で言うとアントマン&ワスプとか、これが一番僕が持ってる中では最新かな。で、インフィニティ・ウォーでしょ。して、順番で言うとこっちが新しいのかな。マイティー・ソー、バトル・ロイヤルでしょ。そうそう。これね、日本語タイトルはさ、マイティー・ソー、バトル・ロイヤルなんだけど、英語のタイトルっていうかさ、なんか、劇中に出てくるタイトルみたいなやつもさ、なんかね、そう、ラグナロクなんね。ラグナロクっていうのは、ごめんね、僕もね、結構見てるんだけど、もしかしたら情報がね、間違ってるとこあるんで、まあ、間違ってもね、人の命に関わることではないのでね、怒んないでもらえればありがたいんですけど、ラグナロクっていうのは、アスガルド、ソーのね、故郷っていう国の、アスガルドは滅びる伝説、予言っていうのかな。のことみたいで、まあこれで結構大事になってくるっていうか、まあ、結局この戦いはね、ラグナロクの戦いみたいな感じなんだけど、まあ、ね、タイトルが違うんね。バトルロイヤルとラグナロク。うん。まあラグナロクでもいい気もするけど、なんでバトルロイヤルにしたのかはちょっとわかんないけどね。バトルロイヤルがそんな、まあメインでもない、どうなんだろうね、わかんないけど。で、その前がこれかな。シビルウォーですね。これはこれでまたね、熱いけどね。中盤ぐらいの戦いが熱いね。このメンバーで戦う。これに、こっちブラックパンサー、こっちが違う。こっちに、スパイダーマンがついて、こっちにアントマンがつくんだけど、その戦いが熱い。一番最後はちょっとね、悲しい感じになっちゃうから、暗いっていうか、キャプテンと、トニーのね、トニーというアイアンマンの戦いがあるんだけど、そこはちょっとね、もう若干重いっていうか、そんな感じなんであれなんだけど、うん。まあ、今回ね、スパイダーマンとアントマンがね、出てくるから面白いですよ。まあ、ブラックパンサーもこれ初登場かな。いいですね。で、よいしょ、こっち置いとこうか。で、その前が、これかな。アベンジャーズで言うと。ババーン、エイジ・オブ・ウルトロン。これが僕ね、一番何回も見てるから、一番やっぱり見やすい。まあもちろん全部好きなんだけど、見やすいのはこれかなって気はする。一番こう、本当に、うん、見やすい。今回、出てくるキャラが、まあ、これか、ビジョンが誕生するんだけどと、あとは、魔女のワンダと、ワンダの双子の弟かなの、ピエトロなんだけど、ピエトロで、正式な、ヒーロー名っていうのがね、本編で出てこないからあれなんだけど、なんかネットとか見たときに、なんだっけ、なんだっけな。なんかね、フラッシュじゃなくて、シルバーなんだっけ早いみたいな意味の言葉だった気がするんだけど。っていうヒーロー名もあるんだけど、本編ではちょっと出てこないんだけどね。の二人が出てきたりして、また新キャラも出てきて面白いですよ。まあ、これも派手だし、割と明るめっていうかあんま暗いとこがないかなって感じはするから。まあ、若干あるんだけどね。この中で暗い話っていうと、このナターシャの過去のトラウマっていうか、なんか見せられた時のシーンがちょっと怖い。うん。まあ、それ以外はあれかなっていう感じで。はい、面白いですね。まあ、全部面白いけどね。この買ったやつで、まあ、一回でね、もう面白いんだけど、まあ、何回も見る必要はないかなと思ったやつは、この中にはないです。はい。ちなみに僕は他にもね、今回ちょっと、これね、全部ケースをね、使ってなくて、全部、ディスクだけをファイルに入れて見てるんで、ちょっとね、ディスクだけ持ってくると傷んじゃうんで、今回は、書きました。はい。僕が持ってる他のアベンジャーズ系のやつは、まずインクレディブル・ハルクなんですけども、インクレディブル・ハルクに関しては、ちょっとなんか、役者さんが違うっていうのもあって、まあ、ちょっと違うんだよね。ハルク役の人が違うんだよね。まあ、だからあんまり何回も見てはいないんだけど、でも面白いですよね。普通に面白かった。で、アイアンマンね。アイアンマンが一番最初になるのかな、一番。アベンジャーズでいうところの。アイアンマンが一応ね、ワン、ツー、スリー持ってるんですよね。そう。やっぱアイアンマン面白い。僕が一番おすすめなのはね、まあ、3か2かな。1はね、どうしてもね、誕生の物語になっちゃうんで、アイアンマン誕生なんで、若干地味なんですよね。どんどん派手になっていく、戦いがね。そりゃそうだよね。パワーアップするからね。で、ウィンターソルジャー。一応、キャプテンアメリカウィンターソルジャーですね。これはね、結構前から見てるんで、僕の中ではすごい懐かしい作品なので面白いですよね。懐かしいし、結構いいよ、これもこれで。まあ、どうだろうね。なんかね、やっぱその、アイアンマンだったらアイアンマン。例えば、キャプテンアメリカだったらキャプテンアメリカの世界観っていうか、若干違うんだよね。物語の重さっていうか軽さが違くて。例えば、軽いで言うと、アントマンとか、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかは割と軽いっていうか、ポップに作られてて。で、ウィンター・ソルジャーとか、あとね、ウィンター・ソルジャーってキャプテンアメリカとか、あとまあ、ドクター・ストレンジもそうだったっけな。とかね、まあなんか割と重めののもある。まず全体的にはもちろんポップではあるんだけど、重いやつとそうじゃないやつがあるかな。うん、キャプテンアメリカはどっちかというと暗めの方ではあるけど、でもそんなに暗くもないかな。ウィンター・ソルジャーもね、もう、アベンジャーズに近いかな。だって、ナターシャも出てくるしさ、ね、もちろんニック・フューリーとかもめっちゃ出てくるから、あとこの時にファルコンが出てくる。ファルコン、との出会いからで始まるんだけど、このウィンターソルジャーって。お、そこが一番好き、ぶっちゃけ。朝ね、早朝にキャプテンがランニングしてるんで、外を。その時に、サムと会うんだけど、サムってファルコンになる人に会うんだけど、そこがね、一番好きっすね、地味。だから一番最初のシーンが一番好き。で、もう一個持ってるのが、これは割と最近買ったんだけど、レンタルお家でね。アベンジャーズの最初のアベンジャーズ。うん。これはこれで面白かったりするけどね。言ってしまえば、やっぱその後に比べたら地味っちゃ地味だよ。古いしね。パワーも弱いからね。今に比べると。でも、もちろん面白い。超面白い。いいですよ。これはこれでいい。全部面白いけどね。この辺もね。やっぱアベンジャーズ系は外れがないというか、一回でいいかなと思うのもあるけど、一応面白いですね。はい。この中でね、一応アイアンマン2とアベンジャーズ、これね。は、レンタルお家で買ってるかな。他は全部中古で買ってるんですよ。うん。新品で買ってるのは多分ないと思うかな。うん、この中には。今ね、この中で言うとね、最初のアイアンマンと、アイアンマン2と、最初のアベンジャーズは、あと、インクレディブル・ハルクはね、探せば全然1000円以下とかで中古だったり、レンタルお家で全然買えるから、下手したら、アイアンマンに至ってはジャンクで100円とかたまにあるからね。たまにっていうか前あったんだけど、コレクターズエディションが。これも500円以下で買いやすいかな。インクレディブル・ハルク、アイアンマン2。アベンジャーズはさすがに人気があるっていうのは誰でも分かっちゃうから、1000円以下で買えればラッキーぐらいで。ウィンター・ソルジャーとか3ぐらいはね、まだちょっと、あんま安くは見かけてないんだけど、でもこれは比較的安く手に入りますね。はい。で、こっちはね、やっぱ今、全然安くなってないから、Amazon とかで新品で買うのが一番のかなと思います。やっぱり中に入ってるね、この、MovieNEX ワールドじゃなくて、どれだこれ、デジタルコピーか。ね。デジタルコピーでいいのかな。そう、デジタルコピーでいいのかな。正式名は。スマホで視聴できるスマホとフォン、タブレットなんだけど、正確に言うと、ノートパソコンとかパソコンとかでも視聴できます。これで購入して、Google のアカウントで買うと、別にこれ違法とかじゃないんだけど、普通に買うっていうか、これにね、コードが入ってるから、そのコードを打ち込むんだよ。ちょっとめんどくさいんだけど、MovieNEX のアプリみたいに入れて、その後 Google のやつで見るにするとね、YouTube でも見れるんですよ。これは違法じゃないやつね。うん。違法っていうか、ちゃんとした、このルール内でちゃんとできるっていう、いいですよね。違法アップロードとかじゃないから、もちろん CM とかも入んないし、別に消されることもないしね。ただ YouTube で動画で買えるんだけど、映画って。それ買うと結構高いんだよ。2000円とかするから、買うとレンタルだともっと安いんだけど。だからそれだったらこれ買った方が全然いいですね。みんな3000円ぐらいで買えるからね。ちょっと高いのもあるから4000円とかもするのもあるし、もうちょっと安いのもあるかもしれないけど。僕はこの後ね、ブラックパンサーとスパイダーマンホームカミングを買います。他のはね、もうレンタルで見たんだけど、最初のアントマンは早く欲しいけど、あとはちょっとね、みんな重めになってれば、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも面白かったかな。あれはワンツー買ってもいいなと思うけど、正直ね、ソーは2つと、マイティ・ソーとその次のダークワールドと、あとね、最初のキャプテンアメリカと、あとは、なんだっけ。最初のキャプテンアメリカでしょ？あとなんだっけ。あとドクターストレンジか。は今のところ1回でいいかなって。めちゃめちゃ安くなったり、300円とか500円とかで買えるようになれば買うかもしれないけど、とりあえず今はいいかなって感じかな。1回見れば OK みたいな。うん。わかるかな。なんか僕が好きな感じのわかる。どっちかというとポップな子供向けな方が好きって感じかな。重めの話とか暗かったりグロかったりするのが苦手。だからまあ面白かったんだけど、ちょっとやっぱりデッドプールはグロテスクなとこが多かったので、あと暗いとこもあったんで苦手なんですよね。とかまあ、アメコミで言うとさ、ウォッチメンとかあれ暗いしグロいじゃん。だからあれは苦手だったんだけど、でもね、これ辺はやっぱり明るくて、うん。この中でね、一番明るいのどれかなって考えたら、まあ、アントマン&ワスプか、マイティー・ソーが一番軽いかなって気はする。次にまあ、インフィニティ・ウォーもまあ軽いか。この下3つは軽いかな。シビル・ウォーと、まあ、この辺はちょっと重い部分はあるんだけどね。でもまあ、重いって言っても、普通の人から見たら全然重くないよ。もうポップ。うん。いや、早くね、キャプテン・マーベルを見て、もうなんかあれ、DVD ブルーレイ発売し、なんか6月だっけ ?7 月だっけ？結構遅いのにさ、どうしよう、エンドゲーム見れないじゃん。劇場ではやってないんですよ、エンドゲーム始まったらもう。だからどうしようかなと思ってるんだけど、まあ、とにかくね、そんな感じで。もうね、映画見ながらね、もう、おもちゃはいっぱいあるんで、もうおもちゃで遊んでますよ、もう毎日。まあ毎日っていうか映画見ながら遊べるから楽しいね。あ、これね、ローニンはね、ホークアイの別名らしいですね、一応。なんか二つの名前を持つ男みたいになってきたよね。まあまだ見てないからね、なんとも言えないけど。うん。ホークアイはなんか、コメント欄にいただいたのは、ホークアイは、シールドでね、なんかエージェントとしてやるときはホークアイで、他のときはなんかローニンっていうのもあるみたいでね。かっこいいね。いやー、いいですね。ホークアイっていうか、このね、ホークアイと、ロニンと、あと、アントマンはね、やっぱ、子供がいるからね、どうしてもね、インフィニティ・ウォーには参加できなかったんだよね。なんだっけ、条約を守ってさ、軟禁状態だったんでしょ？そうそう。アントマンは、まあ、アントマン&ワスプで出てくるんだけど、インフィニティ・ウォーには出てこないんだよね。ロニンと、アントマンは。ただ、その二人が鍵になるらしいけどね。と、あとは、ハルクがね、どんだけ頑張るか楽しみですね。インフィニティ・ウォーではハルクいいとこなしだったからね。うん、エンドゲームでどんだけ出るかね。まあ、いいとこなしっていうか、ほぼ博士状態だったからね。うん。博士状態っていうか、ね、バナー博士の状態で戦ったから、なんだっけ、ね、マシンつけて。うん。で、キャプテンも今回髭剃ったみたいだし。ワイルドキャプテンもいいけどね。なんかさ、キャプテンとさ、なんだっけ、ファルコンとブラックウィドウってさ、インフィニティ・ウォーと、あと、あ、違う、シビル・ウォーからインフィニティ・ウォーの間でさ、結構なんかさ、老けたよね。やっぱ疲れてる感じ。まあ、ファルコンはそうでもなかったけど、あえてだと思うんだけど、やっぱりなんか過酷な生活を送った感じになってるよね、やっぱね。世界中に追われてるからさ、潜んでたわけでしょ。だからなんか、ナターシャもめっちゃ薄化粧になってたし、ね、キャプテンはヒゲ生やしてたしさ、そういうのを見て面白かった。いや、早くね、スパイダーマンホームカミングもすげえ楽しみだよ。フィギュアも買ったし。だし、なんせブラックパンサーが見たい。バッキーがどんだけ出てくるのかも楽しみだし、やっぱブラックパンサーまださ、ね、ちゃんとよく知らないからね。まあもちろん悪いやつじゃないぐらいはわかるけどさ。いやー、楽しみだね。やっぱ一番ブラックパンサーが楽しみかな。スパイダーマンホームカミングはなんとなくもう面白いのが確実にわかるからね。うん。ブラックパンサー楽しみだし。いやーでも今回でアイアンマンとか終わっちゃうの寂しいな、エンドゲームで。まあ続編があるやつもあるみたいだけど、ね。またあるとしても役者さん変わってさ、なんかいろいろ設定も1キャラになったりするわけじゃん。ね、馴染めるかな？まあ馴染むんだろうけど、ほんと楽しい、これは。うん。あ、ガモーラなんだけど、これね、ガモーラなんだけど、この剣さ、ガモーラの剣が心配って言ってたけど、インフィニティ・ウォーちゃんと見たら、明らかにこの剣使ってましたね。これちゃんとガモーラの剣だった。インフィニティもの。多分上着かなんかは着てた可能性もあるけどね。なんかネットで見たんだけど。まあでもこのままでも全然ガモーラなんで僕の中では OK ですね。ガモーラ。ガモーラの妹っていうか、正式に妹だっていうか、まあ義理の妹っていうのかな。まあ、妹でネビュラっているじゃん、ネビュラの青いやつ。あいつロボットじゃん。あの人さ、あの子って全然可愛いキャラじゃないじゃん。正直可愛くないじゃん、顔。女のキャラだけど可愛い顔じゃないじゃん。でも、メイク取った普通の役者さん？ネビル役の役者さんってめっちゃ美人なんね。それ有名らしいんだけど、びっくりした、見た。うん。なんか別にガモーラとか大体わかるじゃん？人の顔とか。でもね、うん、美人だって、意外と。で、ネビュラの役者さん、絶対美人じゃないなと思ってたら、全然めっちゃ綺麗な人だった。びっくりびっくり。そう、そんでね、エイジ・オブ・ウルトロンで誕生するのがこのビジョンなんだけど、はじめさ、めっちゃ神的に強かったじゃん。ほんと神がかった強さだったんだよね、ビジョンって。でもどんどんさ、なんか回を重ねるごとにさ、人間味が増してって弱くなった感じするよね。だから親しみが湧いてきた。ソーのお友達のさ、このマイティーソーのお友達のさ、こいつね、ラグナロクじゃなくて、また名前出てこなくなっちゃったよ。アスガルドの友達の、何でもお見通しの、前回もね、動画内でね、忘れちゃったんだよね。ヘイムダルだ、ヘイムダル。確か、ヘイムダル。だよね。虹の橋の番人だっけ？ヘイムダル。このキャラとかもさ、最初のマイティーソーとかではもうなんか神みたいな、神に近かったじゃん。でもどんどんさ、人間味が増してきたよね。このキャラもね。で、キャラもどんどん変わってきてね。なんかパワーも落ちたっていうか、なんか神がかった存在だったのが徐々になんか人間らしくなってきたっていうか、まあ、言ってしまえば上手くなった感じはするけど、でもまあまあ、俺は好きですね。ヘイムダルのフィギュア欲しいよね。かっこいいよね。虹の橋。ちなみに、インフィニティ・ウォーで、ソーがね、新しく手に入れる武器ってすごいのは、虹の橋を生み出せるんね。これね、なんか、めっちゃ遠い星で武器作ってたのに、急にね、地球にソーと、あとロケットとグルートが転送されてきたのが、あれなんでだっけなと思ってたら、今日改めて見返したらね、武器がね、虹の橋をね、生み出すことができたみたいね。そう、いいよ。ちなみにソーの武器のね、持ち手の部分はね、グルートの腕だからね。グルートは頑張って偉いよね。反抗期のグルートがね、やる気出したんだよ。はじめ全然やる気なかったんだけど、戦う気とかも。態度悪くて。反抗期でね。でもいいよね。でもグルートはちっちゃい時可愛かったよね。ちっちゃい時のグルートは劇的に可愛い。あ、そうそう、そんでキャラのさ、感じが変わったり言ったらさ、この最初のアベンジャーズをまた見返したらさ、ニック・フューリーの声優さんが若干違うからさ、なんかキャラが違う風に見えるんだよ。なんかもっとふざけたキャラみたいな感じだったよね。なんか、声優さんもしかしてだけどさ、なんだっけ、立つんだジョーに出てくるさ、あの人の声優さんかな。なんかそんな感じのキャラだったよね、最初。でもなんかキャラ変わってきたけどね。いやー、で、後ろにはサノスいますからね、サノス。サノスもね、ツイッターで言ったんだけど、なんか、アベンジャーズに出てくる敵キャラの中ではさ、一番なんか人間味があるというかさ、そこまで悪いやつじゃない気もすんだよな、言ってしまえば。サノスの目的ってさ、世界の破壊じゃないんだよね。結構、なんていうのかな、世界平和を求めてないサノスって、実は。一番。ねえ、なんか世界平和、なんか平和を求めてるよね。破壊よりもね。あとなんか父親としてはすげえさ、なんかガモーラに対してとかさ、ねえ、すげえなんかかわいそうじゃん。めっちゃ反抗的な娘だからさ、悲しい感じするじゃん。サノスがさ、せっかくさ、食べ物かなんかのスープをさ、あげたのにさ、それをサノスのさ、椅子にぶつけたりさ、そう見るとなんかかわいそうなお父さんだなって感じもするけど、まあ、やってることはもちろん悪いことだけど、でもなんかその目的っていうのかな、信念っていうのがそこまでさ、他のアベンジャーズとかの敵ってさ、すげえ悪い奴もいるじゃん。特に人間、武器商人とか、そこら辺ってもう救いようがない悪い奴は多いけどさ、サノスってそこまででもないんだよね。だからそこがね、なんかよくわかんないです。はい。っていうのもあって、そうそうそう。で、今回もう一つ言いたいことがあって、こちら。アベンジャーズエンドゲームって書いてあるんだけど、まあ、フィギュアーツ。ブラックウィドウのフィギュアーツ。ババーン。買ってます。ヨドバシカメラで、ちょっと定価より安かったかな。ポイントも含めて。でも Amazon でも今定価以下で買えるんで、リンク下に貼っとくんで、ぜひね、買ってみてください。またこのレビューは別で1本動画作りますね。ブラックウィドウ。スカーレット・ヨハンソンのね、まあ、フィギュアになるんだけど。まあこれエンドゲームのやつでね、また楽しみです。はい。まあそんな感じで今回はね、アベンジャーズ・ジョンさんでした。ご視聴ありがとうございました。またね、アベンジャーズ系の動画作りたいと思います。ちょっと急に終わる理由はね、外が騒がしくなってくるんですよ。この時間から。ちょっといろいろあってね。はい。お祭りでね。それではまた、バイバーイ。